一日体調が悪く、子供たちが夕飯食べてる間、ちょっとだけ、と横になってたら、3時間も経っていた。慌てて子供部屋を覗いたら、仲良く眠ってた。食器が水につけてある。お風呂には2人で入ったらしい。時間割も宿題も、ちゃんとやってある。帰宅した旦那から聞いた。お母さん寝てるから静かにね。帰ってきたら、ベッドに連れて行ってあげてね。と電話があったんだって。起こさないように気を使ってくれたんだね。ありがとう。久しぶりの学校だったのに、朝食も夕食も手抜きでごめんね。明日はちゃんと作るからね。いつの間にか、こんなにも子供たちが成長していたことに泣けてきたよ。